リンゴルフがエステサロンとコラボしました。おっ、びっくりした。すごい、腹筋が上がった時の高いのって筋肉な、鍛えられてる感じすごいあるよね。うん、めっちゃラップル、いつもしんどい思いしながら筋トレしてるのに。なんで腹筋ついたらね、10ヤード、20ヤード、飛距離も伸びると思う。距離アップに。概要欄に URL 貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。金髪のイメージしかない。いや、つい最近なんですけど、ね。あ、そうなの？いやいやいや、金髪？もう最近が長いよ。去年、だって去年の何月？結構長いよ。まあ、でも半年ぐらいですよ、金髪にして。半年って前じゃん。最近ではない。ここ 1,2 ヶ月の話じゃないじゃん。すごいね、つま先上がってるな。なんかすごいティーグラウンドがつま先上がるね。え、耐えて、大丈夫だ。体が回らん。寒いよね。まさきぐらいだから左行っちゃった。うん。よいしょ。うん。よし、デスポジ。ありがとうございます。なんかさ、この前からずっとドライバーいいよね。なんか。ユキです。ユキ。いいですね。ありがとうございます。私のリナちゃんの飛距離をください。いやいや、曲がってるから意味ないよ。いや、でも羨ましいです。羨ましいですよね。うん、飛ぶのすごい、やっぱり。いや、でも冬は飛ばないよ。あ、そう？いやいや、いや、でも飛んでるよね。あ、そう。リナちゃん、身長高いから。ドライバー X なんだっけ。いや、最長飛距離294ヤードすごい。それはもう記録残ってる。すごい。公式記録、公式記録やばいね。それでも普通のドライバーなんで、ドラコ用のドライバーじゃないか。そうなんだ、普通のでやったんだ。普通のでやりましたね、うん、だから良かったですよね。逆にあの安定感が、あ、そうかそうかそうか、うん、すごいね。じゃあドラコン用でやったら相当、ドラコン用でやったらもしかしたらもっと飛ぶかもしれない。へえ、すごい。ちょっとシャフトはいつもより長いやつでやったけど、うん、普通に試合で使える長さでやったかも。へえ、そう、すごいですね、294。え、もうゴルフした時からもう飛んでたんですよ。飛んでた、飛んでた。あ、テニスやってたからね。あ、そうなんだ。テニスやってたから筋力はあったんだ。なるほど。すごい。すごい。うん。右に置かないとそっか打てないんだもんね。一回アイアンで刻みます。そうね。左に、ま、最後ね、曲がってんだよね、これね。左ちょっと狙えない。そうだね。はい、22度でいきます。180ヤード、はい、ピンは本当今ここら辺にあると思います。なのでここの奥ですね。ナイス。ちょっとね、はい、落ちてからどうなってるかわかんないもんね。良さそう。はい、行ってみて。行ってみましょう。はい、距離はカチコチじゃん。カチコチですよ、60ヤード。うわ、怖っ。怖い。グリーン跳ねないでね。グリーンはね、大丈夫そうだけど。下が硬い。うん。おお、ナイス。いけ。ゴー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 。目玉。目玉。なんか下が硬くて怖かった。いや、怖いね。ツーリンのバンカー。はい、バンカーです。バンカー対決。バンカー対決なんないか、私目玉だし。あれ大変だね。
ナイス。うまい。ナイス。ナイスです。ナイス。ドカッていったね。あ、切れないんだ。切れそうだったな。フックだったの？フックで読みました。へえ。切れなかった。最後しか切れない。カップ過ぎてから切る。なるほどね。うん、消えた。ネスパ。ありがとうございます。やった。あのバンカーね。あると思わなかったよね。合ってたら、あ、分かってたら打たなかったよね。刻んでました。そうだよね。わあ、やめてくれ。冷たいよ。耳は寒くないの？二人は。寒いです。耳とかは。そうなんか打てない。ああ、まあ音聞こえないと打てないよね。練習場だったらいいんだけど。うんうんうん。なんか本番打てない。確かにね。変わるんですよね、それで感覚が。変わっちゃいますよ。変わっちゃう。耳聞こえないとね。良さげ。多分上の段行った。上の段行った。ちょっとボール見て、ちょっとカメラもこんななっちゃった今。あー、大きすぎたか。フォローだった。フォローに乗っちゃった。グリーンオーバー。あら、そんな感じじゃなかったのにね。いや、結構フォローが強いね。ジョーダンスピースが良かった。来ました。ジョーダンスピースがいいじゃん。炸裂しております。ジョーダンがいいよ。ジョーダンで、はい、ジョーダンスピースで。いいね、これもいいよ。風は？大丈夫？おお。わあ。ジョーダンスピース。ナイス。ありがとうございます。うん。ナイス。ありがとうございます。重たそうだったね。いや、左足下がりでよく止まった。左足下がってた。はい。おお、ナイスバーディー。ナイス。よかったです。結構、はい、うん、りなちゃんのラインが参考になりました。あ、本当、はい、よかった。ナイスパ。ありがとうございます。ボール狙いで3番5番。白黒3番素晴らしき、いい球ですね。おー、よいしょ、またどこ。ありがとうございます。スリーウッドで、はい、ボール狙い、はい、
大丈夫。うん。全然 OK。全然 OK。はい。ありがとう。52度でいきます。はい。ナイスオン。90ヤード。はい。おー、ナイスオン。ちょい手前か。どうだったあれは。どうなんでしょう。風がやっぱ上げてるね。うん。なんか怖かった。そうね、確かに。はい、私あともうちょいだった。そうだね、なんかここら辺かと思ったらさ、意外とここにあったの。もうちょっと行ってたね。惜しい。あれはもう目つぶつぶ入るよ。めっちゃ強いじゃないか。すごいね、近いね。多分傾斜ですよね。 そうだね。ちょっと左でしたもん。うん、ちょっと左だった。左目に落ちたもんね。あ、これじゃない。いっぱいあるわ。近い。こういうの本当入るでしょ。いや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 っていや。おお、はい、ありがとう。ナイスタッチ。すごい切れたね。うん、あの辺でやったの。ナイス。ありがとうございます。さあ、しおりんのバーディーパットです。お、2連続バーディーなるでしょうか。プレッシャーをかけられてかけてないよ、盛り立ててんだよ。ナイスバーディー。今ちょっとヨレッとしました。ちょっと今、うん、ドキッとしたけど抜けちゃうかと思ってるよね。やった、ナイスバーディー。ありがとうございます。ありがとうございます。入るとは思ったけど、今あの手前で、うん、切れなかった。クッてなりました。揺れました。だからパッて思う。短いからね、距離が。はい、ちょっと強くも打ちづらいみたいな。まあ確かに、うん、行ったら、打ったら行っちゃいそうだもん。そうだ、行ってなかった。ナイスバーディー。ナイスバーディー。入ったからよし、うん、行ってくれよし、はい。リノちゃんが違うよ、盛り立てたんだ。盛り上げ、盛り上げ、盛り上げ立ててくれたんですか。そうそう、盛り上げましたよ。